第二次世界大戦太平洋戦争南方作戦、セイロン沖海戦ベンガル湾南西に位置する、セイロン島セイロン沖海戦は、1942年4月5から9日に、インド洋セイロン島沖で、日本海軍とイギリス海軍の間で行われた戦闘。インド洋作戦の過程で発生した。本記事では、セイロン沖海戦前後に、日本海軍が実施及び計画した。 通称破壊作戦についても述べる。セイロン海戦は太平洋戦争初期の1942年4月上旬にインド洋のセイロン島海域で行われた日本海軍とイギリス軍の戦闘。南方部隊が発令したセイロン島方面機動作戦とベンガル湾機動作戦により南方部隊指揮下のナグモ機動部隊とマレー部隊は4月初旬よりインド洋で 機動作戦を実施した。ナグモ機動部隊は4月5日に、セイロン島のコロンボを9日にトリンコマリーを空襲し、大きな戦果を上げた。また、マレー部隊は4月6日に、ベンガル湾で、朝鮮20隻以上を撃沈する戦果を上げた。イギリス海軍は暗号解読により、東洋艦隊をもって溶撃したが、艦隊主力同士が交戦する機会はなかった。 東洋艦隊本隊と分かれて行動していた、従順洋艦2隻、空母、ハーミーズ特築艦1隻他が、ナグモ機動部隊の攻撃により撃沈された。イギリス東洋艦隊は、セーロン島とモルディブ諸島の拠点から、アフリカ東岸のキリンディニコートマダガスカルまで交代した。1942年3月9日の時点で、日本軍はジャワ島を攻略し、 1> 第1弾作戦の南方資源地帯占領は想定より早く終了、バターン半島攻略とビルマ方面を除き最終段階にあった。第2弾作戦の検討は始められていたが、正論島に進出してインド、中国方面を攻略し、ドイツ、イタリアと連携作戦を目指す陸軍側とオーストラリア大陸攻略、またはサモア諸島まで進出して、 米合遮断作戦を目指す海軍側とが対立し、最終目標が決まってなかった。さらに、日本と日独一三国同盟を結ぶナチスドイツは、インド用に日本海軍の戦力を投入して、イギリスの広報拡乱を期待、海軍軍事委員会の野村直に海軍中将と何度か協議している。連合艦隊司令部では2月20日から23日に、 かけて、インド洋進攻作戦の頭上演習を行い、正論島の占領、英国東洋艦隊撃滅の計画を立てる。しかし、正論攻略作戦に自信を持てない、日本陸軍や、米豪遮断を目指す、海軍軍令部の反対により、連合艦隊のインド洋方面作戦計画は、交代を余儀なくされた。当時、ビルマ攻略を目指す、陸軍第15軍は、 シュトラングーンを占領しており、今後、ゼンビルマ制圧作戦を進めるには、海路からの軍需品輸送が不可欠であった。しかし、インド洋にある、セイロン島には、イギリス軍の2大基地、商工コ,コロンボと、軍港トリンコマリーがあり、日本の海路からの輸送を、イギリス艦隊が阻止してくることが予想できた。そこで、海上交通保護のため北部スマトラ島とアンダマン諸島を占領して、 航空基地を建設するとともに、正論島の二大拠点と、イギリス東洋艦隊に打撃を与えておく、必要性が生じた。日本側は、インド洋に展開するイギリス海軍は、空母二隻、戦艦二隻、重巡洋艦三隻をはじめ、軽巡特畜艦も行動しており、沿岸の基地には約三百機の航空機が配備されていると考えていた。3月9日、連合艦隊は、 南方部隊に対し、正論と方面機動作戦の実施を命じた。近藤長官は3月14日に発令した、インド用機動作戦要領の中で、兵潜水部隊に対して、正論正方海面の紹介と通称路攻撃を指示していた。だが、潜水艦の数が足りず、正論島とインド南岸の白地を偵察させるにとどまった。それでも、貨物船六隻 小型ホブ船4隻を撃沈した。近藤長官時期卒の南方部隊本隊は4月4日にペナンを出発、アンダマン諸島南西方面に進出した。また、日本海軍の基地航空隊はアンダマン諸島や北部スマトラ島に展開し、機動部隊の作戦を支援した。イギリスは1941年12月の マレー沖海戦で英国東洋艦隊機関戦艦プリンス・オブ・ウェールズが沈み極東の最重要拠点シンガポールも失艦した。大損害を受けたイギリス海軍東洋艦隊はインド洋正論島のコロンボ基地並びにトリンコマリー軍港に退避していた。しかし、本国艦隊からの増援を受け戦艦5隻と空母3隻を機関とする大艦隊となっていた。日本軍最大の敵は アメリカ太平洋艦隊であったが、日本にとりインド洋のイギリス海軍は日本への資源、供給地となったオランダ領東インドの安全を脅かす存在であった。対してイギリス、オランダにとっては、仮に、西論島が日本軍の手に落ちた場合、インド洋の交通網が遮断され、中東の連合国軍補給ルートの遮断、スエズ運河の陥落、ひいてはアフリカにおける、 数軸国軍の勝利を招く可能性が高いという危機感を招かずにはいられないものであった。連合国はイギリス軍が従来よりコロンボを拠点とした現存艦隊主義をとってビルマ方面に進攻してくる日本軍に睨みを効かせていた。だがシンガポール陥落は不可避となっており、イギリス軍は新たな拠点の整備に迫られていた。 正論統制岩のコロンボは施設は充実するが、商業校のため混雑する、よって、東岸のトリンコマリーとモルディブ諸島南部のアップ干渉を重要な候補地としていた。連合軍にとって広い行動選択の自由を持っている日本軍が次の進行をどこにするか、それを特定するのは重要なことであった。イギリス首相、ウィンストン・チャーチル首相は、 ダドリーパウンド第一海軍協より3月8日には、ロ論が脅威にさらされているという情報を受け取っていた。この問題に対処するため、イギリス海軍は、東洋艦隊司令長官をジェームズ・サマビル中将に交代する人事を行い、インド洋に展開する空母インドミタブル、戦艦リベンジロイヤルサブリンに対し、空母フォーミダブル、戦艦ラミリーズ、レゾリューション。 ウォースパイト島の増派を始めた。サマビル中将は3月24日にコロンボに到着し、3月26日にウォースパイトに正規を掲げた。サマビル中将の考えは、日本軍が正論島へ進行しようとした場合は、対策不可能である、というものであった。3月30日に随格より撮影された写真。写真右より、金剛、春名、霧島。 非栄、飛流、総流、赤木。日本軍の当初の予定では、機動部隊のスターリングワンからの出撃は3月21日、正論島攻撃は4月1日であった。しかし、敵出現の報告などがありそれに対応したため、第5航空戦隊の日本本土から、スターリングワンへの進出が遅れ、正論島攻撃日は4月5日となっていた。3月26日。 スラウェシ島南東岸スターリング湾から出撃したナグモ機動部隊はオンバイ海峡を通過しジャワ島の南方からインド洋に入った。イギリス軍は当時コロンボにあった極東連合部により通信解析、方位測定、不調等の暗号解読に努めており、日本海軍の主要な作戦用暗号である JN-25 の解読を行い、地点符号の特定に成功した。 これにより3月22日には4月1日に日本軍が正論島を攻撃する予定であることを知った。サマビル中将は日本軍に対しては空母機による夜間乱撃を行おうとした。しかしサマビル中将は艦隊の温存を命じられており攻撃は受けないようにしていた。サマビル中将は分散していた艦艇を3月31日に洋上で集結させると 次の二つの部隊に分けた。4月1日には修理を中断して出撃した従順洋艦ドーセットシャーが A 部隊に合流した。イギリス艦隊は正論島の南で行動し、4月2日まで艦隊の連携を高める演習を繰り返した。夜間は日本艦隊を求めて行動したが何も発見できなかった。常述の通り、 日本軍の攻撃予定日は延期されていたため日本軍が現れるはずはなかった。また4月2日にはリベンジ級戦艦では真水が不足してきており燃料補給の必要な艦もあった。連合軍は暗号解読は行っていたものの依然として日本軍の動きがつかめず誤報、作戦延期の可能性も考えられたため東洋艦隊は作戦を中止した。問題は どこの港で補給を行うかであった。商業港で混雑したコロンボ防空施設の貧弱なトリンコマリーに寄港して新珠湾攻撃における米太平洋艦隊の二の舞を恐れたサマビル中将は二日艦隊主力をアッドゥ干渉へ退避させることにした。当時日本軍はアッドゥ干渉基地の存在を知らなかった。同セットシャーは修理再開のためコーンウォールは オーストラリア行き船団の護衛に当たるため、共にコロンボへ向かった。また、ハーミースト駆逐艦、ヴァンパイアは、マダガスカル島攻略準備のためトリンコマリーへ向かった。セイロン島攻撃を前に、ナグモ機動部隊は、補給部隊を分離、キロの補給地点に向かわせた。4月4日、夕国、セイロン島の南東 700km 付近に迫っていたナグモ機動部隊は、 カタリナ型総発飛行艇に発見された。飛行艇は日本艦隊発見の電報を撃った後、上空、直江の冷戦により撃墜された。この電報は赤木でも防受し、ナグモ部隊は奇襲の要素が失われたことを知ったが、特段の措置は取らなかった。敵機に発見されたため、明朝の敵機来襲や敵母艦部隊、 潜水艦などの攻撃が考えられることから予定を変更するか議論され、攻撃は決行することになったが、攻撃隊の編成は変更が行われ、当初のコロンボ攻撃に兵力を集中する案から後、高戦の観光隊など兵力の半分が富士の快適に備え待機することになった。イギリス艦隊は4月4日、午後はドゥ干渉に到着したが、 到着後語りナからの正論の南東360海里に敵大部隊発見との報告が届いた。この時 A 部隊は燃料補給中、B 部隊はまだ燃料補給が開始されておらず、翌朝まで出撃できないという状況であった。このためサマビルは A 部隊だけ先に出撃させることに決め、夜 A 部隊を率いて出撃した。また、同セットー後、コーンウォールにも、 コロンボから出港して交流するよう命じた。サマビル中将は A 部隊を引き、日本艦隊を迎撃するため16ノットで東へ向かったが、敵を捕捉できなかった。空襲下のドーセットシャートコーンウォール。1942年4月5日朝、名雲機動部隊はコロンボ南方200カイリに進出し、淵田光夫中佐を指揮官とする第一攻撃隊で、 コロンボを空襲した。観光は800キロ爆弾を搭載した。午前8時30分以降、各艦から攻撃隊が発進した。2航線の艦爆、5航線の艦航と冷戦は逃げ出してきた艦艇の攻撃やイギリス空母が出現した時に備えて飛行艦板上で待機した。コロンボからは事前に昇船25隻が退避していたが、昇船21隻や駆逐艦、 テネドス、デコイ、仮想巡洋艦、ヘクター、潜水母艦、ルチア、潜水艦、トラスティなどが残っていた。天候は、あまり芳しくなかったが、日本軍攻撃隊は待ち受けていたイギリス機を排除した。続いて、港湾施設と飛行場を攻撃し、駆逐艦、テネドスと仮想巡洋艦、ヘクターの2隻を撃沈した。他に潜水母艦、ルチアと、商船、 ベンリーディが損傷した。日本側は合計7機を喪失した。イギリス側はハリケーンとフルマー合計42機、またはハリケーン34機とフルマー6機が迎撃し、ハリケーン14機とフルマー4機が撃墜された、または19機を失った。また、イギリスのフェアリーソードフィッシュ来撃記録機が日本軍攻撃隊と遭遇し、全機撃墜された。 ブリストルブレニム10機が日本艦隊の攻撃に向かったが、快適できなかった。午前11時18分、地上軍事施設には甚大な損害を与えたが、湾内の艦船に対する爆撃効果は十分ではないと判断した攻撃隊総指揮官、淵田中佐は第二次攻撃を準備された旅と連絡した。淵田の報告を受けた、南雲長官は1152に、 各空母で雷装で待機させていた攻撃隊を爆走に転換し、第一次攻撃隊収容後に直ちに発艦するように命じた。しかし、13時に、トネの94式水上偵察機、機動部隊製法で巡洋艦らしきものを発見し、敵巡洋艦らしきものに責任と報告した。名雲長官は、トネ、チクマから作敵機を発進させるとともに、 爆走を命じた攻撃隊を再び来走させるように命じた。13時50分、阿武熊水定から駆逐艦二隻発見の報告が入る。また、同期は他の敵は存在しないとも報告。これにより、先の報告の巡洋艦は駆逐艦を誤認したものではないかとの疑いが生じた。この時、千人参謀大司補中佐は駆逐艦ならば、それより、 コロンボで撃ち漏らした、商戦軍への攻撃を優先すべきと主張した。これに対し、航空参謀元多実中佐は、駆逐艦であろうと、海上武力の撃滅を優先すべきと主張し、南雲長官は、現段案を採用した。山口多門少将から、攻撃隊発進の、要ありと任務と赤木へ、意見具心があった。機動部隊司令部は、 爆走準備が整っていた急降下爆撃隊53機をそのまま発艦させた。攻撃隊は14時49分から15時3分にかけて各艦から発進した。この頃、直接に向かっていたトネの列式推定から敵巡洋艦二隻発見の報告が届いた。艦首を確認せよとの指示に対しては15時56分に敵巡洋艦は検討がたなり、 敵巡洋艦付近に敵を認めずと報告した。これを受けて、南雲中将は、第五航空戦隊に対して、観光及び艦爆薬半数をもって攻撃せよと、命じ、第五航空戦隊の減少症は出撃時刻を十七時とした。イギリス東洋艦大主力と合流するため、南下していたイギリス巡洋艦二隻は、江草高志志毛少佐率いる九十九式艦爆五十三機の、 急降下爆撃により約30分ほどで撃沈された。17時には、ナグモ機動部隊より第二次攻撃隊が発進する予定だったが、巡洋艦の撃沈報告と偵察機から敵巡洋艦の南西方向50回里に進出するも敵を見ずとの情報があったことにより、発進は取りやめとなった。ナグモ機動部隊は南東に代偵した。イギリス巡洋艦の生存者は、 サマビル中将が派遣した、軽巡洋艦エンタープライズ特築艦2隻によって30時間後に救助された。5日15時30分、サマビル中将は敵艦隊が北方100マイルにあるとの報告を受けていた。イギリス東洋艦隊は日本軍に対し攻戦を起としているように見せかけながら、実際にはそれを避けるという難しい方針のもとに動いていたが、 現実問題として、ナグモ機動部隊は、東洋艦隊より圧倒的に優勢であった。そのため、来撃機による夜襲を行うため策撃を行う。18時17分的機発見の方があり、艦隊は北西に進路を取った。A 部隊と B 部隊は6日の復業に合同し、進路を南東に向けた。この時点では、日本艦隊が、 アッドゥ干渉まで追撃をかけてくる可能性を考慮していた。この日の夜、イギリス本国の海軍省は電報を送り、イギリス東洋艦隊の増強圧力が日本軍に対して効果を持たないことが明らかになったと告げた。同時に、正論島への寄港禁止と R 級戦艦の東アフリカ派遣を命令した。ナグモ機動部隊では19時9分頃に、 敵機発見の信号があったが、上空の直延機はこれを発見できなかった。19時29分、飛竜から零戦六機が発艦ソードフィッシュ二機を発見、一機は撃墜したが、他は太陽方向し海外に逃した。当然、付近に敵空母の存在が疑われたため、六日には早朝から広範囲の索敵を行ったが、 敵艦発見の報告はなく、すでに遠方へ退避したことも考えられたため、A 機動部隊攻撃は断念された。ナグモ機動部隊は、警戒を厳重にしながら南東方向に退避、コロンボから450海に県外を北上して、釣りんこまり攻撃に向かった。イギリス東洋艦隊は、日本艦隊への攻撃を計画していたが、再発見できず、追撃を中止しようか11時に、 アッドゥ干渉に入った。日本側も索敵は行っており、5日から8日にかけて、日英双方が互いを探したが、接触はなかった。イギリス側の方位測定班は8日朝、赤木の不調を観測した。15時17分、カタリナが、セイロン島、東方400マイルに敵艦隊を認めた。トリンコマリー、またはマドラス空襲の可能性は明らかであったため、 トリンコマリー在泊の艦船に対比が命じられ、空母、ハーミーズ、駆逐艦、バンパイア、キライフ節艦、ティビットバンク、コルベット、ホリホック、キセン、ブリティッシュサージェント、補助艦隊のパーリーフ及びアサルステインがトリンコマリーより出航した。4月8日、ナグモ機動部隊はトリンコマリー港に近づく間、英空軍の飛行艇に接触された。兵力、 完全に察知されていたが、英主力部隊の出現を期待して強襲することになっていた。コロンボ空襲時の巡洋艦出現から周囲に空母がいて新たな敵の出現は確実と判断しており、飛行隊の約半数を控えをするように計画を変更していた。9日午前9時、ナグモ機動部隊はトリンコマリーの東方会場。 約200回離から第一次攻撃隊を発進させた。攻撃隊は戦後から、セイロン北部のトリンコマリーへの空襲を開始した。飛行場と港湾を強襲し、迎撃機の他飛行場の地上機、港湾施設を破壊した。港内では、機船、ザガイングが直撃弾を受けて炎上し、座礁した。また、モニター、エレバスでも資金弾により、被害が生じた。 1> 第1次攻撃隊は零戦3機、飛竜観光1を喪失した。イギリス側は、ホーカーハリケーン17機とフェアリーフルマー6機が、迎撃に上がり、ハリケーン8機とフルマー1機を失った。イギリス軍の人的損害は、死者20名、負傷者33名で、他に民間人38名が死亡した。10時8分、敵飛行艇が直接していることを発見。 直演機がこれを撃墜した。攻撃後の10時55分、春菜水底から、港高い域に、空母1隻と駆逐艦3隻を発見した報告があった。午前11時43分、高橋小佐機の第二次攻撃隊が発艦して、13時30分に、ハーミーズ以下を発見した。ハーミーズとオーストラリアの駆逐艦バンパイアは、逃走を試みたが、 まもなく艦爆隊に発見され撃沈された。他に、ホリホック、ブリティッシュサージェント、アサルステインも撃沈された。なお、ハーミーズは修理中のため搭載機は陸上基地に展開していた。赤木では、ハーミーズがハリケーンの救援を求める電報を傍受した。ハーミーズ攻撃の際、急降下爆撃は45機が、東弾、日本軍記録命中断37発。 命中率82%を記録した。まだ登壇していなかった機は、周囲の艦船を目標とし、ゴークチク艦バンパーや、小海艇ホーリー、商船2隻を撃沈。この間、イギリス空軍のブレニム爆撃機9機が、ナグモ機動部隊を奇襲した。この時日本側では、トリンコマリー攻撃から第一次攻撃隊が、帰還しており、これも、 ハービーズ攻撃に向かわせるべく補給をし、攻撃機に魚雷を積んでいる最中で、イギリス軍機に全く気づいていなかった。イギリス空軍機は、ナグモ機動部隊機関赤城を狙って、変態爆撃を行い、投下された爆弾は、今日またしたものの命中しなかった。日本軍は、直縁の零式艦上戦闘機により爆撃機5機を撃墜したが、指揮官機が防御放火で撃墜された。 9日の戦闘における日本側損害一覧は、艦爆4、艦航1、冷戦後であった。また、ナグモ機動部隊の活躍は、ベンガル沖でのマレー部隊の作戦の助けにもなった。マレー部隊は、アンダマン諸島、ニコバル諸島の占領作戦を終えた後、ビルマのラングーンに対する輸送作戦を実施していた。同時期、マレー部隊指揮官、小沢寺三郎海軍中将は、 ナグモ機動部隊のインド洋進出に交し、ベンガル湾機動作戦を開始した。マレー部隊の作戦目的は、インド洋ベンガル湾カルカッタに至る、通商路を攻撃することで、ビルマ方面の連合軍を牽制し、アンダマン諸島への反抗期動を阻止することにあった。作戦参加部隊は、下記の区分に分けられる。マレー部隊主体は3月26日、メルギーに進出した。 4月1日にメルギーを出撃して、ベンガル湾へ進出。警戒部隊は、アンダマン諸島近海で待機した。機動部隊は4月6日より作戦を開始した。各隊は、通称破壊作戦と、インド本土に対する空襲を観行した。一連の作戦で、日本軍記録23隻を撃沈した。このうち4月6日は航行中の商船を、次々と攻撃し、 21隻13万7000トン、撃沈、その他8隻大破という大戦果を挙げている。撃沈した21隻について、各隊別の内訳は、下記の通り。マレー部隊起動部隊は4月7日から8日にかけて、合流し、4月11日に、シンガポールへ戻った。この作戦を区切りとして、マレー部隊に派遣されていた核部隊、各艦は指揮下を離れることになる。 ベンガル湾機動作戦に参加した各部隊は、それぞれ内地に帰投した。コロンボ基地並びに、トリンコマリー軍港を破壊された東洋艦隊は、セイロン島、アッドゥ干渉のいずれも、危険と判断、A 部隊をボンベイに、B 部隊を戦艦護衛のため、アフリカ東岸モンバサのキリンディに港に向かわせた。さらに、インド洋東側での展開を断念し、 アフリカ東岸のマダガスカル島まで退避した。インド洋作戦は第1弾作戦に付随した最後の作戦にあたった。以後、日本海軍は第2弾作戦として短期決戦と米合遮断作戦を並行して推し進め、インド洋方面では海軍による大規模攻勢は行われることはなかった。作戦終了後、第1航空艦隊では、 夕闇迫るインド洋上の飛行艦板に整列して、戦死した戦友のために1分間の黙祷を捧げた。後、進路を東にとって内地に帰還した。途中、第5航空戦隊は、MO 作戦のため台湾に向けて分離した。5航船はドリットル空襲に対処した後兵力を再編して、MO 機動部隊となり、南洋部隊に編入されて、三五海へ向かった。 潜水艦作戦にも変化があった。4月10日の第2弾作戦第1機兵力部署が発動され、兵潜水部隊は、潜県部隊に戻されて本土に向かった。以後、新設の第8潜水戦隊などがインド洋に展開することとなる。潜水艦の他にも、特設巡洋艦による通称破壊作戦が行われた。その後インド洋では、 フランスを占領下に置いていたドイツからの依頼を受けて、少数の潜水艦がマダガスカルの戦いに投入された。これは、仏領マダガスカル島における、ビシーフランス軍とイギリス軍の間で行われた戦闘であった。5月末、高戦艦隊の潜水艦と特殊潜航艇公表的によるディエゴスアレス、奇襲作戦が実施され、A 戦艦ラミリーズが大破。 タンカー一隻が沈没している。このように、イギリス連邦の通称遮断作戦を行った。一方、ドイツとイタリアでは、この正論を起作戦以降、有力な艦隊をインド洋に投入しない日本に対し不満が高まった。クルトフリッケ中将、作戦部長が野村直に海軍中将に、幾度もインド洋方面への戦力投入を要請。 ついにはテーブルを叩きながら悲壮な様子で訴えた。野村は北亜作戦の現状は、さらに有力な艦隊をもって一層積極的な協力を与えなければ、敗退のたなし最高を求むと報告した。イタリアのベニートムッソリーニ首相も、さらに一層密接、なる協力を希望すとして、日本海軍がイギリス東洋艦隊を撃滅することを希望した。 大本営は6月22日の大会指第107号により、作戦に、支障のない限りあらゆる使用可能兵力及び機械を利用して、極力的の海上交通を破壊上乱し、敵の屈服を促進する旨を連合艦隊に指示した。連合艦隊は、伝令作第174号により、インド洋方面海上交通破壊戦の実施を南西方面艦隊に加齢する。 当時の日本海軍は母艦航空隊の再建に尽力しており、とりあえず空母を使用しない本作戦が実施されることになった。作戦目的はインド洋方面通商破壊作戦、敵兵力の減災、敵艦艇の打歩開口であった。また、連合艦隊は B 作戦と並行して、ココス諸島や正論島の攻略の検討を始めた。一連の日本海軍のインド洋、 方面作戦重視には同盟国との連携という意味合いもあった。作戦前の7月14日、第1、南塚艦隊司令長官は小沢寺三郎中将から大川内伝七中将に交代する。7月16日、南方部隊指揮官は南方部隊伝令作第6号により B 作戦の実施を第1、南塚艦隊司令長官に命じた。B 作戦は、 1> 第1、南遣い艦隊司令長官を指揮官とし、主体、第7戦隊、第16戦隊、第3水雷戦隊、第2水雷戦隊より、第15駆逐隊、第4水雷戦隊より、第2駆逐隊が、7月31日までに、マレー半島のメルギーに集結した。7月28日府の兵力部署は、以下の通り、連合艦隊司令部は、水上部隊が、 輸送船20隻、潜水艦部隊が50隻を撃沈すると予想した。当時、イギリス海軍は東アフリカに空母イラストリアスを配備しているだけだったが、8月1日に日本軍飛行艇が、正論島南方に戦艦1と空母2隻を含む敵機動部隊付近に巡洋艦、駆逐艦、各2隻を発見した。川内長官は、 B 作戦発動を3日延期した。8月5日から6日にかけて A 軍機の偵察があり、潜水艦1隻の存在も通報された。相川内長官は B 作戦の発動を延期、B 作戦部隊はメルギーで待機した。作戦結構直前の8月7日、連合軍はガダルカナル島とフロリダ諸島に来航、ガダルカナル島の戦いが始まる。8月8日、 連合艦隊は B 作戦の中止を決定した。南西方面艦隊第1南遣海艦隊に臨時編入されていた各部隊、各艦は指揮下を離れ、それぞれトラック白地やソロモン諸島へ向かった。以降、ソロモンニューギニア方面が不安定となると、インド洋方面に投入される戦力は激減した。日本海軍の潜水艦が交通破壊活動を 細々と実施する状態になった。ドイツとイタリアは日本が作戦を中止したことに不満を高め、真珠湾攻撃でアメリカを戦争に引きずり込んだことや、同盟国のアフリカ戦線の苦戦に協力しない、利己主義を批判、ついには、こんなことなら、アメリカに対して戦線布告を行うべきではなかったと非難した。このため、日独経済協定の締結や、技術交流にも、 悪影響を及ぼしている。指揮官、第二艦隊司令長官、近藤信武海軍中将指揮官、第一航空艦隊司令長官、南雲忠和海軍中将指揮官、第一南塚江艦隊司令長官、小沢寺三郎海軍中将指揮官、第二潜水船隊司令官、市岡久志少将指揮官、第十一航空艦隊司令官、塚原二百四十三少将司令長官、 ジェームズ・サマビル中条本作戦において、ナグモ機動部隊とマレー部隊は大きな戦果を挙げた。ナグモ機動部隊は、英軍の二大拠点であるコロンボ、トリンコマリーに大打撃を与え、従順洋艦のコーンウォール、ドーセットシャー、空母のハーミーズ、その他多数の艦船を撃沈、撃破した。他の作戦と合わせ、ビルマ方面における日本の進攻作戦を容易にした。 大本営は、作戦全体として、空母一隻、航巡二隻、オツ順二隻、駆逐艦一隻、小海底一隻、船舶27隻撃沈、オツ順一隻、船舶23隻大破、航空機撃墜120機と大本営発表を行った。当時、沈みゆくハーミーズの写真は、写真集法第219号に掲載された。集報 第288号では、我が方の電撃戦の前に、イギリス・インド洋方面の主力艦隊は、洋として姿を映すさず、イギリスが宣伝していた、戦艦、航空母艦数隻を主力とする、いわゆる大英インド艦隊は、果たして今いずこに健在するのであろうかと報じている。しかし、イギリス東洋艦隊主力の撃滅には至らなかったため、 連合国軍全体に与えた影響は限定されていたという意見もある。ラッセル・グレンフェルイギリス軍海軍大佐は、それゆえ、敵が、コンウォール、ドーセットシャア、そして、ヘルメスを補足し得た小さな成功により、ついに東洋艦隊の主力を発見し、壊滅に至らしめるだけの勢力集中ができなかった、ことは、到底償いのつかぬ大失敗であった。と評価している。 グレインフェルによると、東洋艦隊が二度目の壊滅を喫した場合には、ウィンストン・チャーチルの政治家声明がその時点で終わり、イギリスは戦争から脱落し、日本は大東亜共栄圏の確立に成功して、第二次世界大戦の結末が変わっていた可能性を指摘している。英国海軍大佐の SW ロスキルは、サマビル艦隊がここを逃れたことについて、 サマビル艦隊が発見されなかったのは全く神の恵みという他ないと述べたとされる。一方、インド洋作戦の実施自体に批判もある。第一航空艦隊総飛行隊長だった淵田光雄は当時よりインド洋での作戦自体に不満を抱いており、戦力の回復していないアメリカの太平洋艦隊主力を早期に撃滅するべきであり、そのために再び、 真珠湾攻撃のような積極攻勢を早期に実施することを望んでいた。正論置き回戦で暗号が解読され、イギリス東洋艦隊が正論島海域で待ち伏せていたこと、付近に敵空母の存在の疑いがあると判断した後も、偵察が不徹底で、南雲機動部隊の近距離で行動していたイギリス東洋艦隊を発見できなかったこと、コロンボ攻撃の際に、 英巡洋艦が発見し、並走転換を行ったこと、第一航空艦隊がイギリス空軍機の接近に気づかず空母赤木が攻撃乾燥中にイギリス空軍爆撃機球機に奇襲されたことは、直後の6月に発生したミッドウェー海戦と類似しており、戦艦を活かせなかったという意見もある。また、日本の損害が極めて少ないのに比べ、戦果は大きく。 これが反面作戦を安易に考える気分も生じさせ、ミッドウェイ海戦に悪影響を及ぼした可能性も指摘される。一方、連合艦隊がミッドウェイ作戦計画案を配布したのは4月28日で、その後頭上演習開始まで関係者は、戦訓研究会に出席していたため、作戦計画を深く研究する時間的余裕がなかったという意見もある。策的については、 サマビル中上機下のイギリス東洋艦隊も索敵能力が低く、日英両艦隊は100回離まで近づきながら、互いに気づかず、索敵不十分により、敵がいないと錯誤したが、何事もなかったため先訓にもならず索敵はこれで、いいと思い込み、ミッドウェイ海戦で不要意な作戦を行い、敗戦につながったという意見もある。また、正論大きい海戦における空母ハーミス攻撃時、 ナグモ機動部隊は、少数のイギリス空軍総発爆撃機の接近に気づくのが遅れて赤木に資金弾があった。襲撃後、イギリス軍爆撃機は冷戦の溶撃により壊滅した。第一航空艦対航空参謀だった吉岡忠和によれば、これに対し、一航艦は見張りさえ十分にすれば敵の攻撃は防止できると簡単に考えていたと述べている。 飛留戦闘商法には、現在の見張り設備では、高高度の敵機を発見するのは困難であり、対策として対空見張り用の電波指針機や、空中超音機の設置が必要といった戦訓が出されている。他にも、敵機発見の報告を迅速にするための戦訓がまとめられた。中島近隆は、本海戦で、 赤木が敵爆撃機の攻撃を受けたことから大石たもつに、対し空母を一塊にして行動するのは危険だと注意したとして大石はミッドウェー海戦で空母を分散体系にするべきだったと述べている。一方、現代実は分散体系の場合、単幹の戦闘機、対空砲火では敵衆に耐える力はないに等しく、生き延びるには敵に発見されないことだけに頼るしかない。 こと、接敵中の無線封止で、感動誌が計画修正、情報交換を頻繁に連絡するが、分散体系では至難となり人が暴露する可能性もあること、あとに、米海軍でも集中体系が採用されて大いにその効果を発揮したことを理由に集中自体は正しいと主張している。ただし、敵大編隊軍の集中攻撃を受けた時の戦闘機の用法、 各水上艦艇の耐久砲火の統制などは、研究が必要であったとして、日本海軍の兵力状況がこれを延々することを許さず、その欠陥がミッドウェイで現れたとも語っている。角田元虫も、無線電話の現状、無線風刺、警戒関数などから分散は、かえって不適当であったと主張している。GHQ 戦士室長、ゴードン・ウィリアム・プランゲは、ミッドウェイの奇跡で、 インド洋作戦で咲く敵機が一切にとどまらず、キーを失い、無線風刺を破って母艦が回収に必要な電波を発したことで、自らの艦隊位置を敵に暴露することになったため、南雲艦隊は偵察に必要以上の兵力を咲くことをためらうようになったと主張している。これに対し、本庁の翻訳者である千葉屋正隆はミッドウェー海戦で、 日本海軍が犯したのと同様の策敵の不備が、正論を海戦ですで既に起きていたという持論であり、プランゲがそれを認識していないとして、それをプランゲの著書の編集者に指摘して、賛意を得られたと主張している。コロンボ空襲の際に、雷装から爆装、爆装から雷装と、並走転換が発生したが、ミッドウェイでも同じことが発生し、攻撃が遅れた。ただ、 本海戦では1時間半で済んだものが、ミッドウェイ海戦では2時間でも完成しなかった。敵襲を考慮しても2時間あれば十分で、原因として、ミッドウェイ海戦では、戦闘機の補給も同時に行っていたことが挙げられる。また、第一航空艦隊はこの海戦において、敵の来襲の内向条件下で、並走展開を行ったが、観光の出撃が間に合わなかったことから、 平装転換の実験を飛竜で実施した。その結果、平常公開中に行われた実験で、魚雷から通常爆弾への転換に2時間半、通常爆弾から魚雷への転換に2時間といった成績を出した。一方、この実験を第二航空戦隊の山口少将が研究したものとして、第一航空艦隊司令部は、 ミッドウェイ作戦の計画に反映させなかったという主張もある。本海戦の日本側艦隊には日本ニュースの撮影陣が乗り組んでおり、機動艦隊の洋上航行風景、空母上で冷戦が発艦準備を行う様子、冷戦や97式艦航が空母から発艦して攻撃に向かう様子、飛行中の十九式艦爆、正論登場空で爆撃を行う。 様子、商船に対して砲撃を行う様子、空母、ハーミーズに対し爆撃を行う様子などがフィルムに収められた。フィルムは6分20秒に編集され、1942年4月28日にニュース映画、日本ニュース第99号を外科講師インド洋として日本国民に向け公開された。現在この日本ニュース第99号は NHK により、 戦争証言プロジェクトの一環として全編が公開されておりネット主張することが可能である。第3戦艦戦隊司令官、東洋艦隊自席指揮官、このうち駆逐艦、デコイは故障発生のため4月1日にコロンボへ向かった。ボーアット C1939 から1945ボリューム2、P26 でも迎撃機は42機第19駆逐隊。 第2小隊の駆逐艦式並は、ビルマ輸送護衛従事のため不在。木又茂雄、日本軽巡戦士229ページの編成表で、7戦隊司令官、栗田武雄少将とあるは5機。栗田中将は、すでに第3戦隊司令官へ、転任済み。第7戦隊の従順最上は、ミッドウェイ作戦での損傷修理のため不在。第16戦隊の軽巡は、 合北方面作戦十字中のため不在。木又茂雄日本軽巡戦士235から236ページ。第19駆逐隊の駆逐艦磯波はミッドウェイ作戦での損傷修理のため不在。第4戦隊の従順高尾とマヤは3月中旬に内地機等不在。鳥海はマレー部隊機関のため別行動。機動部隊の空母が、 航空攻撃を受けたのは本海戦が初であった。空母に関しては、海戦前、海軍では、空母は攻撃力こそ、高いが防御は、極めて弱く、防空などの受け身の防御によって、敵の攻撃を完全に阻止することは、不可能とする判断から、集中と分散のどちらで使用すべきか論議され、結論に達していなかった。一置交は、ハワイ作戦で、超討密行動を行うため、 集中使用を行い、指揮運用が容易で、攻撃力集中の利点もあり、その後も集中運用を続けたが、欠点となる本格的な航空攻撃を受けたことがなかった。空母船は先制空襲が理想だが、必ず成功すると限らない以上、相互打ち合いが多くなると考え、脆弱性を前提に使用法の集中、分散の利害特質が論議された。 いずれの使用法にしろ、空襲を受けた際の防御処置をとって戦闘力持続に努めることが必要と分かっていたが、日本海軍では認識不十分で、研究、施策ともに熱意が欠けていた。また、一航海航空参謀だった、源田みの吉岡忠和によれば、ミッドウェイ作戦直前の参謀海海戦で、昇格が被弾した際、精鋭の第一、 第2航空戦隊ならば、そのような被害は受けなかっただろうと、この戦訓を真剣に研究しなかったとして、空母の集団使用による防空戦闘機の集中使用こそ、敵の反撃阻止に有利との考えが強くなっており、具体的な敵比を検討することなく、関連的にそのように考えていたという。ありがとうございます。